ラテンアメリカ発の社会革命であったメキシコ革命1910年1920年民主的な制度の導入、土地改革、貧富の格差の解消などを求め独裁的な政治を行っていたプルフィリオ・ディアスの打倒を目指したもので、最終的に革命派が勝ち、現在のメキシコの礎が築かれることになります。この革命には複数の日本人移住者も革命軍として参加しているのですが、そのうちの一人、1906年に移民としてメキシコに渡った野中金吾氏がメキシコのサイトで特に注目され、たびたび取り上げられています。野中氏はもともと移住後に暮らしていた町の市民病院で働いており、後の大統領フランシスコ・マデロ氏を治療した縁でマデロ軍に入隊、政府軍に占領されていた複数の都市の奪還占領などに関わり、メキシコ革命の結果を左右する活躍を見せた。北部師団の騎兵隊第1隊を任命されるまでになります。革命後には国立循環器病研究センターの設立者の一人となり、民主化を果たしたメキシコの発展のために尽力しました。関連投稿には多くのコメントが寄せられていましたので、一部をご紹介します。